いや、どう考えても夜な夜なすぎる。マジでみんなごめん。お謝りしやなあかんですわ。みんなごめん。みんなごめん。もうちょっとライブ早い時間にすればよかったな。ごめん。こんばんは。ちょっと今日誰かもなんか咳が出る。こんばんは。ありがとうございます。やだ、こんな夜な夜なに遊びに来てくれるみんな、ありがとう。ゆいさん、もっと早めにライブすると思ってた人、マジでごめんなさい。で、今私も今信じられない光景を目の前にしてるんですけど、リップクリームが 1,2,3,4,5,6 本あるな。こんばんは。皆さんこんばんは。ハートミーありがとう。なんかもういろいろ信じらんないけど、とりあえずね、今日やるって言ったし、こんだけ2置いて寝るわ。もう12時だよ。みんな寝てね。もうライブなんてリップたくさんね、なんでこんなにあるんだろうと今衝撃を受けてます。うんってはてな。さあ、まあじゃあちょっとサクッとね、一枠だけさ、どんな種類使ってますか。リップだからいろいろあるから何っていう。だからいろいろある。ニベアもあるし、メンソレタムもあるし、 DHA もあるし、なんかよくわかんないのもある。よくない、よくないよ。使い切る前に買ってるってことだもんね。さあ皆さん、今週も本当にお疲れ様でした。まあ連休明けでしたね。まあ、連休明け、まあ私はちょっと7日もお休みだったので、なんか今週3日だったんだけど、もう3日でこんなにしんどいとはみたいな。来週から週に5日も働くんだよねって、会社の人と血を吐きながら働かなかんつって、血を吐くねっつって言ってました。私も使い切ったことないですね。リップって使い切らないよね。リップクリームね。いや、そんなことない。なんか昔何回か使い切ってるはずなんだが、ケイトのリップモンスターあるじゃない。あれさ、やっぱ使いやすくって、落ちにくいし、結構ずっと色残ってるし、いいなーと思って使ってたんですけど、もうあれ皮むけがひどい。もう唇の皮がベロンベロン全部めくれていく。しえ、ミキさんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。いや、もう本当にこんな時間からライブですかと、まあ、怒られそうなもんで、いいです、自由に生きちゃって見たりして、よいしょ。よいしょ。リプモンは種類ありすぎて悩む。なんかあんまり色ね、わかんないよね、違いが。なんかあんまり似合ってないなって思いながら使ってるけど、でもやっぱダメだね、本当に。まあ、血で唇がガッサガサに荒れちゃって、今もなんか
一皮おかしい感じがする。使わなけりゃいいよね。そうだよね。はい。もうちょっと。よいしょ。よいしょ。いやあ、クラリちゃんこんばんは。夜分にどうも。いやごめんやて、本当はもうちょっと早くライブしたかったんやって。なんか仕事の帰り道にさ、TikTok 見てたらさ、来る電車でか。車じゃない。みんなライブ、なんか TikTok さ、ダイヤモンドアートのライブしてる人多いね。なんか、いいな、私もライブしたいと思ったんだけど、家帰って、まあ、ご飯食べて、ちょっとうとうとしてしまい、だらっとしてしまい、もうこんな時間じゃんみたいな。おばんやで、おばんやで、やっちもうた。結局もうさらっと、さっささっさと動けばいいものを、結局全然動き出せず、また時間を無駄にしてしまいました。ごめんなちゃい。まあいいや。秒でまあいいやっていう。人です。いやちょっと私あれしてないけど、クラリちゃんあのあれして、あのあれ、あのコメントありがとう。角度失敗した動画好きやで言うてもうて嬉しかったでした。まあちょっといろいろ試行錯誤でごじゃる。試行錯誤よいしょ。あの角度よかった。本当？なんかさ、まあ、最近動画をあんまり撮れてないっていうところと、まあ単純にこう私自分の動画の方向性方向性っつって。どんな動画撮ろうかなとかって考えてる。あ、私みんな多分私がベラベラ喋ってる方が見てくれるってことにはちょっと分かった。あれおしゃな感じで行きたいんだけどなみたいな、全然あのやりたいこととこうニーズが合ってない。あーみたいな。兄さんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。やりたいこととニーズが合ってないってちょっと面白いな。自分で言っといてなんか需要と供給みたいな。まあ、いいか。みーん。え、ちょっとみんなにもう一回さ、TikTok で、X でつぶやいたけど言うんだけどさ、各 SNS でさ、トラブリックス 10% オフで買えますよって、お知らせしたんだ。クラリちゃん、私も願わくばおしゃんな TikToker になりたかったやで。なりたかったよね。なりたかったけど、ちょっともう無理だね。私たちちょっと方向性もう修正無理よ。やりたいことと、こう、実際やることが違う。そう、トラブリックス 10% オフで買えますよってみんなにさ、言ってさ、よっしゃ、私も 10% オフで自分の分買おうと思ったのにさ、なんかこう、間違えて、なんか Amazon 一括、なんかね、なんかのなんかでビッて買っちゃって、気づいたら、決済終わってて、ちょ、あれ、あ、え、あ、え、あ、え、クーポンコードを入れる欄どこ？っていうかもう今、決済終わった？え？何？みたいな。ほんまにみんなにさ、お得に買ってねっつって、私もお得に買いたいと思ってお得に買うつもりがさ、マジ定価で買ったでな。本当に衝撃的だった。私キャンセルできないしもうみたいな。あ、クラリちゃんまだワンちゃんいけるかね、許してくれるかな。ゆいさんじゃないっつって。
インさん、テムだっけ、スクエアってポチっちゃいました。テム、なんか見るね。最近使ったことはないけど、なんか、通販サイトかな。そういうとこでもあれだね。ダイヤモンドアート売ってんだな。ケイバちゃん、こんばんは。初見です。いらっしゃい。ありがとうございます。まあ、粒置いてます。なんかこう、キラキラした粒を置いてます。まあ、そういうアカウントです。サワさん、こんばんは。ありがとうございます。いらっしゃいませ。どこ置こうかな、次。はい。ケバちゃん、出来上がった作品は全て飾ってますが、あ、飾ってないです。飾ってないよ。飾ってるのはね、今、水の結衣コレクション。略して水コレ。水コレは飾ってるけど、他はね、飾ってないです。まあ、全部飾るというと、結構ね、量もあるし。うん。水コレだけやって、水コレだけ飾ってあります。水の結衣、水コレギャラリーにしてあります。みんなにすぐ見てもらえるし。水これ、自分の写真を元にした作品だけ飾ってます。これが良いもんでね。ああ、かわいいね。しぐれレモさん。あ、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。こういうのって、コメさん、こういうのってどこで買ってますか？これはダイヤモンドアートキアラさんで購入しましたね。まあ、ネットで買うんですけど、まあ、ネットでダイヤモンドアートって検索するとね、いろんなショップさんが出てくるので見てみるといいかなと思います。実店舗ってほぼないからな。ケバちゃん、最近ダイヤモンドアートが気になって秋の缶買いました。みんなテムで買うの、テムだけあってのケバちゃん、保管方法出してますか？大きなクリアファイルに入れて保管してます。A2 か。A2 サイズぐらいのやつに買ってあって、それに、いやーってぶち込んであります。まあ言うてさ、たくさん作品作ってるわけじゃないし、まあまあみたいな。まあまあこんなもんでしやろみたいな感じで、ボイボイって入ってる。場所取らないしね。割といいかなと思ってる。ゆいさん、あ、ちょっと待って、ゆいさんじゃない。れなさん、こんばんは。ありがとう、こんばんは。ありがとうございます。はちばさん、めっちゃかわいい。かわいいよね。ありがとう。はるみんさん、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。あ、りかさん、猫の足、ありがとう。ギフティング、センキュー。はるみんさん、今日初めてのダイヤモンドアートが完成しました。あ、おめでとうございます。完成おめでとう。完成嬉しいよね。あ、ちょっと目薬が。完成おめでとうございます。達成感っすな。私もそろそろ達成感感じたーい。ケイバーちゃん、まだやったことないのでわからないですが、完成後に動かしたらビーズがバラバラってならない。ならない。ならない。これほらほら。粘着でひっついているので、ビーズひっついてるから動かない。このただ単純に乗せてるだけだったらやばいよ。全然何もできないってなるけど。ヤホ、ああ、キアラさん、ヤホマル、ヤホマル、こんばんは。ヤホホ、一枠だけやってろよ。ネオさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。今日は、久々、でもさ、久々だよね。金曜日にライブしてんの。もっと本当は早くする予定だったんだけど、しょうがない。帰ってきたのがもう9時だったし。そっからご飯食べて、なんか、ぼーっとしてたら、なんかちょっとうとうとしてしまい、お風呂に入る時間が遅くなり、みたいな。まあまあまあ、そんなもんっすよ。ハートミありがとうございます。マミさん、お疲れ様、お疲れ様。マミさん、いつもありがとう。X、いつもいいね、ありがとう。
キバちゃんさん、ラメラメ可愛いです。可愛いよね、フェアリーダストビーズ可愛いんだ。はるみかんさん、今雪の結晶を始める準備してますか。フェアリーダストはやっぱりピンセットの方がいいですか。フェアリーダストは別にペンでもいいと思います。剥げる、なんかラメが剥げるとかじゃない、ラメはこう表になんかなんていうの塗ってあるわけじゃないからペンでもいいと思う。っていうかピンセットね、やっぱ普通の樹脂よりなんかツルツル滑るから、ピンセットだとチュルンって滑っちゃう。ピンセット苦手な人は絶対ペンのがいいと思う。結構チュルンチュルンってツルツルチュルンって逃げちゃう。ツヤツヤなもんだ。あまこたんこんばんは、ありがとうございます。あちささんこんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。遅い時間なのにありがとうね。みんな一枠だけして寝ようと思ったら、一枠が意外と色があるやんってなってるけど、まあ一枠したら寝るよ。よいしょ。中に練り込んでる。あ、マミさん。そうそう。中に練り込む、うん。練り込まれてる。なんていうの、なんだ、オーロラみたいに外側にフィルムが貼ってあるとはちょっと違うタイプの感じって言ったらわかりますかね。だから大丈夫です。ペンでね、こう。ってやってもラメが剥げちゃうよみたいな、そういうことはナッシングでございます。ナッタイム。ケイバちゃん、丸いビーズでスクエアタイプがやりたいんですか。ネット探してると丸タイプが圧倒的に多いですよね。そうかな、そうなんだ。なんかスクエアって検索、そう、なんかスクエアって検索してる出てこないのかな。最近さ、もうなんか買うショップは決まってるし、全然なんか最近をショップ事情を調べてないからあれなんだけど。ミミさんこんばんは、ありがとう。マミさん、永遠とやってしまうのがダイヤモンドアートの沼。沼じゃの。いやでもちょっと最近沼れてないからがっつりもう進めたいなってちょっと最近ちょっと思ってきたよね。ちょんちょんちょ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 んちょんちょ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 、全然関係ないんだけどさ、全然関係ない話していいか。ちょっと待って。ヘバちゃんさん、ピンセットでこんなに綺麗に置けるの、そう、ピンセットどこで買うのかな。私はこれはなんだっけ、セリアで買ったやつですね。結局ずっと同じの使ってます。うえ、はじけた、はじけたよ。どこ行った。みかん、はるみかんさん、はげる心配がないならペンで安心してできます。そう、それは間違いないです。またはじけました。こんな感じでちょっとねチュルンチュルンっていっちゃうんで、ピンセットはこれむっちゃはじけるやん。生きてるかもしれないこれ。みさん、ぶちまけたの4色でよかった。そうそう、4色だったの。あれ、本当によかったと思います。あれがビーズ10色だったら、と思うと恐ろしや。いや、まあ、もし10色でもだよ。頑張って分けていたはずだよ、私。きっと。ただ、もう、すごくこう、ギャーギャー言いながらやってただろうな。想像つく。ミミさん、どんなお話ですか、聞きたいです。あ、全然どうでもいい話すぎるからやめとこうかと思った。なんかさ、会社でさ、仕事してる時にさ、まあ誰かの携帯が鳴るわけよ。営業とかそっち系の人の、まあ、私とかも事務の仕事なので、なっても、なんていうの、固定電話が鳴るわけよ。
固定電話だから、トゥルルルルみたいな普通の音なんだけどさ、ちょっとある若い20代前半の男性のさ、なんかスマホの着信音がさ、なんか音楽なんだけど、ちょっちょろちょっちょっちょろちょっちょろちょっちょっちょろちょろちょっちょろ、運動会みたいな音楽が鳴るわけ。もうさ、子供の頃から何度も聴いてきてる曲じゃん。そう、わかる？チュチュルチュチュルチュ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 ルチュチュルチュチュチュル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 チュチュチュみたいなやつ。しかもさ、ちょっとすぐ撮らないとその流れるわけよ。おは、仕事中なのにそれが鳴るとさ、ちょっとノリノリなしで。なんかこう、なんかの乗ってた。乗って、会社で。私と前の席の子で、ついついそれが鳴るたびに、体を揺らし、ノリノリになってしまう、この、なんていうの、ね、子供の頃から植え付けられた、この感じ。マミさん、なんだかんだ分けますよね。その後私も軽くぶちまけました。いやお疲れ様でした、マミさんも。マミさん、受け狙い、それ。電車で鳴ったら恥ずくね。多分ね、会社携帯だし、多分外出るときは多分、どうしてんのかな？いや、わかんない。彼のことだから、元気にそれ鳴らしてんじゃないかな。でも、みんなが反応するよね。ちょっちょろちょ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 ろちょちょろちょ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 。わかる？6年、おそらく6年間。下手したら中学の3年間もプラス聴いていたかもしれない、あの音楽。マジ、ほんと仕事中にさ、全然集中してない時ならいいんだけど、よくないけど集中してないのは。してる時になってもさ、ちょ頭を揺らしてつい乗っちゃうんだよね。あれよくないね。あれはよくない。本当に。乗る方がよくないけど、あれ乗らざるを得ない。仕方ない。高校まで聞かされてた。あ、ここでもあるかもね。ハートミありがとう。せゆかさん、こんばんは。いらっしゃい。ありがとうございます。まみさん、中高一家。いや、もうじゃあ、そうするとさ、こう、人生で割とこう、幼き頃に、割とこう、長い時間かけて体に染みつきました。この音楽。ちょろ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 。なんかちょっとごめんなさい。12時過ぎたテンションではないわ。やめとくわ。そんなことが思い出しましたね。日々ですけど。はよ取れいいと思う。はよ電話取ってくれいいと思う。マミさん、老学校だったから幼稚から高校まであったから、すげえ長え、もう身に染みつき しまくってるやん。もう身にやな。え、流行りの曲がわからねえ状態。流行りの曲ってなんだろうね。私もあんまりわかんない。最近は何が流行ってますか。ちょっと待ってね。次何置こうかな。やばいな。いろんなビーズがあって、わからなくなってきた。私は小学校は研修所で、中高から老学校ですか。老は、どれだ、何だったっけ。あ、ちょっと私の頭が今停止しとる。思考を停止している。今ポッ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 ピーンって音鳴ってた。なんかでもそういうさ、学生の頃に聞いた曲、子供の頃にさ、耳の方ですね。耳ね。なるほどなるほど。でもなんかそういう音楽は、あ、でも音楽は聞いてたってことか。
あれ、聞きにくいとかだったら全然あれだもんね、きっとね。皆さん、キアラさんで頼んだのが発送準備中になったから、もうすぐで水頃の夢からトフルフェアリーが届く。ワクワクーワクワクー。あ、夢かわ購入いただきまして、どうもありがとうございます。ウレピオ。ウレピオ。ピオ。ピオとは。1ヶ月長かった。いいやん。ワクワクできたじゃん。ワクワクがいっぱいだったじゃろ。で、ビーズどれや。あれ、ちょっと待って。このマークのビーズはどれじゃ。どれじゃ、どれじゃ、どれじゃ、どれじゃ。え、ちょっと待って、あったあった。ケイバさん、白いシートはどこで購入しましたか。シート、あ、これは購入してないです。もともとこういう剥離紙タイプの作品です。私、あの剥離紙別で買って使うってことは基本しないから、剥離紙タイプのものは剥離紙のまま制作するし、フィルムのままタイプのものはフィルムのまま制作します。全然問題ない。あ、色替えが出てきた。今はスマホでスピーカーで話せる、電話できるようになったから昔よりはマシになった。あ、技術のね、進歩のおかげでいろいろやっぱ状況変わっていくんだね。素晴らしい。レナさん、とりあえず在庫増やしておいて、落ち着いたら減らせていくことにした。あ増やしとるやん。ちょっと在庫増やしてるじゃん。大丈夫そう？大丈夫そう？あれ、マコさん、今日気球完成しました。おめでとうございます。気球ってどの気球だろう。気球って言ったら全部可愛いから、でもいいや、何でも、何にせよ可愛い。テーマちゃん、もともとシートが貼ってあるってことですね。そうそうそう、貼ってあるんだよ。このままです。あ、飛んでた。ゆいさんは買うはダメだろうけど、うちはいいんだもん。いいんかい。3番。おうおう、あ、どのビーズがどう。あった、3番。キアラさんのフルフェ、あー、キアラさんのフルフェアリーの気球いいなぁ。いいなぁ、あれめっちゃ可愛かったよね。めっちゃ可愛くてさ、マジでいいなぁって思ってた。ちゃんと指くわえて見てた。見てるだけだった。買ってないよ。フルフェアリー可愛いよね。あれ絶対可愛いよな。ピンクなのふんわりした感じとか最強に可愛いと。マミさん、久しぶりに連休できて過去一早くできるかもです。おお。休みがあるとね、進みますよね。もう最近進んでない私が言うのもなんなんですが、ガッガッガーと。あ、4番。レナさん、クーポンコード入れ忘れ。ちょっと待って、ビーズが変なとこついてる。これなんだ、なんかもう爪にいっぱいひっついてるな、ビーズが。クーポンコード、あ、そうそう、入れ忘れたんじゃないんだよね、あれ。なんか忘れたっていうか、なんかちょっとうまくやんなかったんだよな。マジかってなったけど、まあしゃあねえしゃあねえしゃあねえ。どこで購入したのですか。これはね、ダイヤモンドアートキアラさんにて購入しました。フルフェアリーダストビーズです。可愛いんだよね。まあ、でもこれってもう売ってないんじゃないかい。あ、ちょっとこの色可愛いから後にしようと。いや、ちょっと待って、どれから置こう。ジャボーン。まあまあいい、いい。エルさん、ありがとうございます。
キアラさんね、オーダーでいろんな作品作ることできるんで、ぜひぜひ。水これもあるから、ぜひ見てね。よいしょ。この色もなんか、何色って言うんだろう、渋いね。いぶし銀みたいな色してる。めっちゃ可愛い。かっこいい。かわいいじゃないな。かっこいい色だわ。キアラさん、雪の結晶はもう売ってないよ。さすがにね、もうね、売ってないね。レナさん、駆け込みで雪の結晶通知したもん。あ、購入したもんか。間違えた。次のニュータ、沙織さん、通知来ませんでした。あらあら。TikTok はね、通知が基本あんまり信用ならんからな。よかったら X をフォローしてもらえると、割と今からライブしますって言ったりします。 TikTok って私全ての通知をオフにしてるからさ、通知が来ない現象さえちょっと理解がどんな風に状況なのか全然わかんなくて申し訳ないんだけど、何の通知もオフなんよ。黒と茶色だけど食べたくなる。美味しそうだよね、なんかね。海苔みたいな。海苔違うか。キアラさん、来週フルフェアリーの作品再販するよ。マジ？だってみんな。だってだって、来週、来週ってもうすぐじゃん。え、何それ、いいな。欲しい。また欲しいとか言って、フルフェアリー気になってる方はキアラさんの TikTok またはインスタをフォローして待たれる。よし、あと人ね、この人カラーを置いたら終わりです。可愛い色なんだな。エアー、マミさん、エアーエクスプレスで買ってたケースって使い心地どうですか？エアーエクスプレスってなんだ？あれかな？トラブリックスのことかな？トレイとケースが一体型になったやつ？あんなことかな？まだね、バリバリガチガチにはまだ使ってないんだけど、あれね、ケースがね、ちょっと開けにくいなっていう時があるんだけど、だんだんあれはね、使い込むと開けやすくなるということですので。でもなんかザーってな、ビーズ並ぶのいいよな、楽だよねと思ってさ、なんかビーズの出し入れしなくていいの、ほんと楽。あ、この色マジ可愛い。ルナさん、みんなヤフーショッピングに正座で待機。前のめりじゃないとダメだよあれ。はい、置いた。めっちゃ可愛かった、このゾーン。早いですね、すごい。終わったよ。そうです、あれね、いいよ。使いやすいと思う。まあ、ちょっとね、普通に買うと思うと、やっぱりちょっと円安も手伝って、ちょっと高いからさ、やっぱちょっとでもね、安く買えた方がいいから、ぜひ本当欲しいなって思う人はね、クーポンコード、私の、プロフィールのところから行って、で、クーポンコードを入力すると 10% オフで購入できるので。あ、ちょっとずれちゃった。あれは本当にお得、買うなら、買い、欲しい人はもうお得に買ってほしい、マジで。アミさん、特に使う色はもう永遠に入れておきますよね。確かに。山でも。あれかな、記号が違うからね、あれなんだけど。皆さん全力待機しないとすぐ売り切れ。もうキアラさん人気だからね、全力待機で。よし、おしまい、うん、そして綺麗ね。なんかこの辺マジ可愛かった。この赤のゾーン可愛いな。写真撮ってから、写真ちょっとなんか写真を撮ろうと思うとちょっとこれがちょっと大きなそう。
後で撮ろうか。ゆいさんは次は参加しないよね。ね。ん？参加？ああ、キアラさん？私はね、今このフォルフェアリーで満足してるから、言うてでも可愛い、欲しいと思うけど、本当にはいい。これを制作成完了したい。めっちゃ可愛い。可愛いよー。今特殊ビーズばっかりやってるけどさ、実はノーマルビーズ結構大好きな人だからさ、あのノーマルビーズやりたい。クリちゃん、在庫警察が見てますわよ。大丈夫、気にしない。なんかお腹がすごい動いた。お腹の音を聞かせてしまった。皆さん、クリスタル、フルクリスタル、フルオールのもやってね。ね。あるよ。はい、ということで、お腹の音聞こえた。なんか結構大きい音だったね。なんかお腹の中が動いた。はい、ということで、ライブ終わりたいと思います。ありがとうございました。次はもうちょっと早い時間にちゃんとね、みんなとお約束してちゃんとやろうと思います。今日もありがとうございました。ほいたらまたね。バイバイ。おやすみ。ぐんない、ぐんない。バイバイ。